はい、こんにちは、おたみです。本日は鬼滅の刃と夏木をここからのコラボグッズを買ってきましたので、そちらの紹介をしていきたいと思います。3月21日と今日ね、3月25日に夏木を限定でコラボグッズが買えるということだったので、早速ねオープンと同時に買ってきました。開封していきたいと思うんですが、その前にね、今回ね視聴者様よりお手紙だったりとかプレゼントを届いてるので、ご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずね、こちらなるさんからいただいてます。ありがとうございます。ちょっとね見ていきたいと思います。あ、なんかお手紙の他に結構いろいろ入ってますね。嬉しいお手紙ですね。ありがとうございます。可愛いシールが貼ってあるあー、めっちゃ嬉しい。いいんですか。北九州の街遊びカフェのカードになります。天国さんのやつなんですね。まあ嬉しい、ありがとうございます。サネミンのポストカードが入ってます。ありがとうございます。はい、そしてなんとね、これまた嬉しい。はい、こちらじゃん、ギフさんのチケット。わあ、めっちゃ嬉しい。これもなかなか貴重なので、まあ本当にありがとうございます。これも北九州とかだったよね、確かね。わあ、嬉しい、ありがとうございます。はい、ということでちょっとねお手紙読ませていただきたいと思います。おたみさんへ、こんにちは。初めてお手紙します。なると言います。いつも動画楽しく拝見しています。鬼滅愛にとても溢れていて、見ていてとてもほっこりとします。先日 UFO テーブルカフェでギフさんの航空券風チケットを手に入れたので、ぜひおたみさんへプレゼントしたいと思いお手紙を書きました。よかったらお受け取りください。北九州の UFO テーブルカフェは職場が近くなので時々利用しています。あ、そうなんですね、羨ましいグッズもすぐに買えますし、カフェも空いているのでおすすめです。遠いかもですが、機会があれば福岡にも遊びに来てくださいね。これからも応援しています。なるより。あー、ありがとうございます。北九州のね、カフェね、いずれは必ず行きたいと思ってるので、もしお会いできたら嬉しいです。そしてなんとね、2枚目がね、すごくないこれ。便箋が余ったので裏に絵を描いてみました。ということで、めちゃくちゃすごくない？これやばいよね。いや、もうそのまんまだよね。すごい。すごい上手。うわ、羨ましい。私も、本当に絵心ないタイプなので、うわ、すごい。これは、ボールペンで描かれたんですかね。すごい。かっこよすぎるし。いや、なんて言っても本当にお上手すぎて。いや、ありがとうございます。ちょっとこれをね、ちょっと大切に飾らせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、こちらですね、ゆみさんからいただいてます。本当にいつもありがとうございます。前回も劇場の第2弾の特典ねもらったばっかなんですが、またいただいてしまって本当にありがとうございます。あ、なんかいっぱい入ってる、すごいあ、嬉しい。西日本限定のカールですね。やったそう、今ねこちら関西でしか確か売ってないんですよね。そう、私の父が関西の方にねよく行くので、ちょっとその帰りにいつもお土産で買ってきてくれるんですけど、嬉しい、ありがとうございます。ローズアップルティーですね。ゆっくり飲ませていただきたいと思います。いいんですか、嬉しい。富岡さんのバースデーランチョンマットです。ということで、はい、開けたいと思います。じゃ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 ーん。あー、かわいい、やった。今年のギフさんのバースデーのランチョンマットです。めっちゃ嬉しい。いや、なかなかちょっとね、カフェにもなかったので、わあ、嬉しい。ありがとうございます。あ、こちらはまた違う方からのプレゼントだそうです。いいんですか？ありがとうございます。レンさんから、はい、いただきました。ありがとうございます。これは、もしかしてユニバのやつですかね？なかなかいけないから、めちゃくちゃ嬉しいですね。全部で15種類あります。いいかな？できます。せーの。じゃん！あー、やった！こちら、ギフさん来てくれました。ありがとうございます。大切に飾らせていただきたいと思います。ギフさん、ありがとうございます。これいいんですか？ギフさんのコースター、めちゃくちゃかっこいい。これもね、本当に欲しかったやつなんですよ。でもカフェもね、なかなかちょっと行けないので、いやー、このさ、儚い表情めちゃくちゃいいよね。いや、もう本当にありがとうございます。そして、裏にね、イグロさんのスタンプが押してあります。これが、お食べかな？めっちゃ嬉しい。煉獄さんのお食べ。練習の合間に食べたいと思います。ありがとうございます。はい、そしてラストですね。いや、もうこれもまたまた嬉しい。特典第3弾のものですね。いや、もう本当にありがとうございます。大切に飾らせていただきます。
じゃあ、こっからはね、買ってきたグッズ、開封していきたいと思います。21日に販売されたティッシュボックス、こんな感じになります。もうそれぞれね、キャラクターがいたり、立志編、無限列車、遊郭編、刀鍛冶の里編、柱稽古編と書いてあるんですが、こっちの面とね、こっちの面とまた少しキャラクターが変わっております。で、ティッシュのね、箱の裏にね、一輪刀図鑑っていうのがあるので、ちょっとね、開けてみたいと思います。はい、まずね、立志編がこんな感じになってまーす。ここに、鬼滅の刃立志編って書いてありますね。いや、デザインすごい素敵だね、これ。こちら、炭治郎くんと義勇さん。で、こちらに、忍さんと、かなおちゃんがいます。横は、この、鬼滅の刃って入ってますね。はい。で、裏面が、ここに、いるキャラクターたちの一輪刀になってますね。無限列車編がこんな感じです。ここで表に炭治郎くんたちの一輪刀があるんですが、こっちは煉獄さんと伊之助の一輪刀かな、はい、があります。煉獄さんと伊之助で、後ろに善一くんと禰豆子ちゃんですね。一輪刀が煉獄さんと伊之助だけの一輪刀になってます。これが遊郭編の炭治郎くんと伊之助で、こっちに宇髄さんと善一くん。で、表面にはですね、宇髄さんと善一くんの日輪と、裏にもこちら書いてあります。これすごいいいね、箱。ちょっと開けるのもったいない。こちら、はい。刀鍛冶の里編。かわいいピンク色の箱になってます。これはみつりちゃんとむいくんのね、日輪とがありますね。で、こっちに炭治郎くんとねずこちゃんと、みつりちゃんとむいくん。めっちゃかわいい。で、裏がこんな感じです。で、最後がこちら。はい。柱稽古編のティッシュもあります。玄也くんと、サネミンと、イグロさんと、ギョウメさん。こっちに、サネミンと、イグロさん、ギョウメさんと、玄也くんがいますね。いや、これめっちゃいいね。裏はね、でもね、玄也くんと、サネミンの一輪刀になってます。イグロさんとギョウメさんだけないんだね、今回ね。はい。口をここに少し、かぶらまると、ギョウメさんの、数珠かなが書いてあります。はい。ということで、ティッシュボックスの紹介は以上になります。じゃあ次ね、ランダムアクスタとマグネットシート開封していきたいと思います。今回ね、全5種類ですね。在庫がそもそも多くなくって少なかったので、個数制限は特になかったんですけど、ちょっと少なめにしてます。じゃあまずね、こちらマグネットシート開封したいと思います。こちらはね、一つだけ買ってきました。あ、まだ見えない系ですね。はい。はい、じゃあいきます。1個目。せーの。はい。あ、ムイくん、かわいい。あ、これすごいいいね。マグネットなんで、しっかりしてます。はい、こんな感じで、ここのね、2つ、くり抜けるのかな。あ、でもこのまま、切り抜かずに、このままでも貼れるので、私はちょっともったいないから、このまま貼ろうかなと思います。ソーダをね、飲んでるムイくんもなかなか新鮮でいいよね。いやー、嬉しい。ということで、こちらね、アクリルスタンド、開封していきたいと思います。これね、前から確かね、3つ取ったかな。ちょっとどういう並びになってるか、わかんないんですが、はい、開けていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。あ、これは台座かな？台座がね、別で入ってる。はい、じゃあ、ちょっと台座を抜いて、アクスタが裏に入ってました。こっちです。じゃあ、1個目いきます。せーの。ほい！あ、炭治郎！かわいい！台座にもこうね、名前が炭治郎って入ってます。かわいい！これいいね。でも割と思ったより少し小さめのアクスタですね。これでちょっとまあ1200円でランダムなんで、まあなかなかちょっといいお値段かなと思います。劇場物販のね、アクスタがこの大きさなので、これ確かあれ900円とかだったもんね。それでこの大きさだったので、で今回松木用のアクスタが結構小さめのサイズ感になってます。はい、組み立てるとこんな感じですね。かわいい。はい、じゃあ2個目ね、開けていきたいと思います。これ開けるとすぐ台座が出てくるので、誰か分かっちゃうね、これ。台座は見ないようにして。じゃあいきます。あ、みつりちゃん来ないかなー。せーの。ほい。あー、来たー。やったー。かわいい。はい、いやーもうやっとね、みつりちゃん来てくれた。めちゃくちゃかわいい。組み立てよう。あ、ここにね、みつりと名前が入ってます。はい。組み立てると、こんな感じでーす。めちゃくちゃ可愛い。大きさは、まあ、本当に同じぐらいですね。はい。じゃあ、ラスト。はい、いきます。これは、まあ、どういう並びなんだろう。一応なんか多分ね、5個ずつぐらい並んでたんですけど、どうだろうな。前からもしかして5つ取るとコンプする可能性はありますね。ちょっと何とも言えないけど。はい、じゃあ、ラストいきます。いきます。せーの。ほい。あ、イグロさん！めっちゃちっちゃい。今回、イグロさんそうだね。座ってるので、めちゃくちゃちっちゃいですね。台座が
おばないって書いてありますね。はい、かわいい。釣りちゃんが来てくれたので、グロさんが来てくれました。並べるとね、はい、こんな感じのサイズ感になっております。はい、ということで今回ね、ランダムアクスタはこの3人が来てくれました。なかなかいい結果だったんじゃないでしょうか。はい、ということで今回ね、松木をここからのコラボグッズ買ってきましたが、先着の数量限定らしいので、ぜひ皆さんお早めに行ってみてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。We'll be right back.